さんこんにちは。メイクアップアーティストのアリサです。はい、今日は Get Ready With Me ということで、私がよく普段使っているアイテムを使って、そして普段よくやっている技法を使ってメイクをしました。大人のガーリーメイクっていう感じのテイストが結構好きなんで、大人のピンクメイクになります。スタート。おはようございます。朝のお支度から始めていこうと思います。小学生の娘を送り出したところで、今7時15分です。だいたいいつもねこんな時間から朝の支度を始めていきます。コンタクトはマンスリーの透明のレンズです。最近感じててレンズが見えにくいなと思ってたら、度数が3も上がっていてすっごくショックでした。はい、下地はポール&ジョーモイスチャーライジングファンデーションプライマー S の01番使用します。今日はですね、月1回のアイシングクッキーのレッスンの日なんです。室内なんでそんなに崩れないかなと思って、今日は美容液成分が入っていてお肌に優しめのものを使用していきます。下地はその日屋外なのか室内なのか、あとは肌の状態で乾燥しているのかしていないのか、長時間メイクする日なのかしない日なのか、あと人と喋るとき近距離なのか近距離じゃないのか、結構それで負けますね。で、近距離の日とかだったりしたらやっぱ毛穴を埋める下地とか使うし、はい、こんな感じです。あー、しっとり。高限度のアクアファンデーション、これぐらいの量かな、少なめを意識して塗っています。あと春は暖かくなるとブライダルシーズン突入でめちゃめちゃ忙しかったんですよ。ちょっと落ち着いたっていうか、ちょっと仕事をセーブしたっていうのもあって、今月からは動画に力を入れれそうです。仕事も大事だけど、やっぱり子供といる時間が一番大事なので、子供と過ごす時間は必ずキープしています。今度子供といる時間をキープすると YouTube 動画が撮れなかったっていうのもあったので、仕事をちょっと減らして動画に時間を割こうと思っています。軽くスポンジで滑らせて余分な油分と筋ムラ整えます。で、ファンデーションをもう一度この目の下三角ゾーンに重ねます。そしたらキャンメイクのカラースティックコンシーラーを使用していきます。青グマをカバーしていきます。まだまだ花粉がすごいですね。去年はね花粉症で敏感肌になったんですが、今年はね全然大丈夫で、症状が鼻だけです。で、ファンデーションで隠しきれなかったこのシミたちはこちら、エティセプレミアムパーフェクトクリアコンシーラーを使用します。久しぶりの YouTube 動画撮影だから何喋ったらいいのかわからない。どうしよう、何喋るの。ゴールデンウィーク明けに南国に行ってくるんですよ。で、水着を着るからね痩せときたいっていうのがあって、ちょうど1ヶ月なんですね。だから本気で今日からダイエットをします。ね、動画を撮影してるとやっぱ編集してるとね太ったなと思うの。もともとここがねぽっこりしてるんですけど、太ると余計ここがぽっこりして、それがなんかたるんで見えて老けて見えるんですよ。ちょっとお顔をすっきりさせたいと思ってます。コスメデコルテのフェイスパウダーをのせていきます。しっかりめに重ねてマット肌にします。では、アディクションのザ・ブラッシュ1番重ねて立体感、そしてツヤをプラスしていきます。細く見えるように目の下三角ゾーンを縦長に入れてます。リング入れていきます。痩せてた時はシェーディングとか入れてなかったんですけど、最近はね入れてます。で、私の顔ね左がなんか肥大化し始めてるの。左はねしっかり範囲を広めにして、左右一緒になるように調整しています。どうしてだろう、左よく噛むからかな。でも意識して左右ね一緒にしてるんですよね。で、ノーズシャドウ、いつもこの付け根だけで終わらせてたんですけど、最近はちょっとこう鼻先まで入れるようにしています。アイシャドウはルナソルフェザーリーニュアンスアイズの1番モーブピンク使用していきます。結構ラメ落ちがすごいので指で塗っていきます。ラメが多いやつが指で塗ってあげるとラメ落ち
シを防ぐことができる。結構ね、毎日メイクではこれね、使用する率高いですね。締め色を使って二重幅を目安に入れていきます。目頭は太めに入れて球心顔を作っています。で、目尻に締め色を入れてちょっと垂れ目に見せます。こんな感じですね。めっちゃ可愛いですよね。これ大人のピンクメイクができます。続いてこちら、タイニーシェルを涙袋の下に入れます。ホワイトを入れてしまうとがっつり涙袋を強調している感じでちょっと若々しくなりすぎてしまうので、こういうピンクベージュを入れることでナチュラルに涙袋を強調しています。手元からしっかりと上げていきます。マジョリカマジョルカのラッシュティントシェアしていきます。美容液をサボるとまつげが短くなったりするんですよ。だから短くなった時はマジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダーロングロングロングを使用していて、今日はちょっと伸びているかなっていう時はラッシュティントを使用します。皆さんゴールデンウィークはどっか行かれますか？私はね、すっごい長いですよね。10連休ぐらいありますよね。しかももうすぐ令和になるじゃないですか。5月1日にやりたいことがあって、今までやったことないんですけど御朱印を集めようかなと思って、5月1日の御朱印帳をスタートさせたらなんかいいこと起きそうと思って、そんなことを考えています。伊勢神宮とかちょっと足を伸ばして行ってみてもいいかなと思ったんですけど、午前中がお仕事だからあんまり遠く行けないし、どこに行こうかちょっと計画を練ろうと思ってます。下まつげも塗ります。で、ホットビューラーを使ってまつげを整えていきます。パッチリまつげが好きなんです。これだけは本当やめられない。アイラインはこのね、インラインだけ引いていきます。目尻の羽は気持ち下げます。目頭切開ラインも引いていきます。で、私の顔って特にね、特徴がないんですよ。で、何か特徴が欲しいので最近はこの自分の目尻のこのほくろをキャンメイクのクリーミータッチアイライナーをポンってのせたらちょっとね、回転させるんです。くるっと。そうするとこんな感じで描きました感なくって自然にね、ほくろが強調されます。このキャンメイクのクリーミータッチライナーの2番と3番がね、ほんとちょうどほくろの色で、で、今日は2番でちょっと明るめのほくろなんですけど、もっと強調させたい時は3番を使用しています。でもこれつけるだけでね、全然ほら印象的に残る顔になりますよね。では眉毛描いていきます。セザンヌ超細心アイブロウの4番ディープブラウンです。で、眉毛を整えたのですっごく描きやすいです。こんな感じに足りないところを描き終えたら、ルナソルのスタイリングアイゾーンコンパクトを使用してグラデーションをかけていきます。ふわっと。涙袋、こちらを使用していきます。はい、インテグレートニュアンスアイブロウマスカラ、ブラウンの671番です。こちらを塗って髪の毛と同じ色にしていきます。と、髪の毛をね、ちょっと最近明るくしてもいいかなと思ったり、逆に黒髪にしてもいいかなと思ったり悩んでいます。チークはこちらキャンメイクパウダーチークスの PW41 番です。これ本当にお気に入りで、もうだいぶ結構ね使ってます。本当に好き。頬骨確認してここに入れていきます。私ね、頬骨に沿ってこうチークを入れてお顔をねシュッと見せているんですけど、これ以外のつけ方すると本当にね違和感しかなくって、なんかチークってありますよね。マキアージュウォータリールージュレッドの333番使用します。コーラル系のピンク、よく出てくるんですが、ローラメルシェフェイスイルミネーターディボーション、小さめのハイライトブラシを使用してここの C ゾーンにのせます。キラキラしていて華やかさもプラスされるし、ツヤ感も出てめちゃめちゃ可愛いです。すっごい量あるんですよね。全然なくならないんですよね。こんな感じに仕上がりました。
つもメイクは20分ぐらいで、髪の毛が15分ぐらいかな、アラを隠したり作り込んでいるので、まあ、こんな感じで結構かかってしまいます。はい、リクエストいただいていた前髪のセット方法なんですけど、まっすぐ落ちるようにブローをしていきます。ちょっと余分なやつが耳かけて、よし、こんな感じ でやっぱりこうまだこうね癖がついちゃっているので、この癖をしっかりと取る。こんな感じにこう整えれたら、意外と伸びていたので若干切りたいと思います。そしたら 32mm のコテを使って巻いていきます。で、前髪を下ろすときこうね時間かかるので、時間あるときしか前髪作らないですね。そしたらオイルを、でこのオイルをこんな感じでちょっとつまんで束感を出します。プロダクトとかのワックスよりもオイルの方が、なんだろう、こういう束感が細かくて好きなので、最近はオイルで束感を作ってます。櫛で研いで調整をして、調整し終えたらスーパーハードで固める。そうするとこの束感をキープすることができます。全体も 32mm のコテを使って、まあ、こんな感じで内巻きやって外巻きやってっていう感じで繰り返して波巻きを作っています。前髪を下ろすときはこういう甘い感じになるので、ピアスとかお洋服はまあ甘い感じに仕上げることが多いです。丸顔で目が小さいっていう嫌なパーツはメイクでカバーをして、そして童顔を活かして大人ガーリーメイクに仕上げることが多いです。オープニングとエンディングが撮る時間がなかったので、アイシングクッキー教室から帰ってきて撮影をさせていただいています。アイシングクッキー作ってきました。もうすぐイースターなので、こんな感じのイースターのデザインを作らせていただきました。目が飛び出たようなうさぎさんにしてみました。めっちゃ可愛くって、これねもう毎度ね食べるのがもったいないんですよ。写真に収めてから食べようと思います。アイシング始めて1年ちょっと経つんですけど、どっぷりハマってます。で、もう一つはちょっとこれはね恥ずかしい、なんか上手にできなかったです。はい、以上ですね。最後までお付き合いありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録、そしてインスタ、ツイッターもやっていますので、よかったらフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。